日本未来の党は、日本の政治団体。2012年11月27日に結成された、日本未来の党を離党した、加田幸子滋氏が県知事、安倍智子衆議院議員らによって結成された。2014年12月31日解散。日本未来の党の系譜前進となる、旧未来の党は2012年11月27日に、加田によって結成され、 小沢一郎が率いる国民の生活が第一と、減税日本、反 TPP、脱原発を実現する党の、全国会議員や緑の風の衆議院議員、社会民主党内で、福島水穂党首と対立していた、安倍智子衆議院議員が合流するなど、左派系の新政党が結集し、衆参国会議員69人の応女隊となった。 しかし、12月16日投開票第46回衆議院議員総選挙では、加田が小沢と組んだことを、加田の支持者が批判。それまで一貫して、加田を支持してきた地域政党の対話でつなごう志賀の会が、自主投票とするなど足並みが揃わず苦戦。最大勢力を率いた小沢の人気低下も重なり、解散時の61議席に対して、 獲得議席は旧議席という大敗を喫する。合流勢力のうち、緑の風と旧脱原発の母体となった地域政党である旧減税日本は系列候補を当選させることができなかった。この時点で国会議員の勢力は生活出身の小沢系が15人、その他は安倍と脱原発の亀石塚のみという状況であった。選挙後、まず減税日本が 地域政党としての再出発を表明。さらに加田が安倍を共同代表とする人事案を提示したことをきっかけに、加田安倍及び飯田哲也代表代行らと国会議員のほとんどを占める小沢系の対立が表面化。12月27日に党は分裂し、加盟は無所属を経て緑の風に入党、小沢系議員15名は、 旧未来の党を名称変更する形で、生活の党を結成。加田安倍飯田は、旧未来の党の名称を引き継ぐ形で新たに、日本未来の党を発足させた。その結果、日本未来の党という会派は、衆参ともになくなる。滋賀県議会における知事と党首の、県務解消要求決議可決を受け、二0 1三年一月四日、加田が、党代表を辞任すると表明。 1>, 1月20日、都内で、結成総会が開かれ、加田の代表辞任が正式了承された。加田は代表代行を辞任したイーとともに、政策アドバイザーに就任し、安倍が新代表兼幹事長に就任した。5月17日、安倍が未来の代表を続投したまま緑の風に合流、代表代行に就任した。これ以降党としての表だった活動は見られず、 公式サイトも2014年7月時点で閉鎖され、後地は未来の党と無関係なアフィリエートサイトになっている。また、党の事務所としては、当初は安倍の国会事務所を届け出ていたが、2013年12月31日時点では、元木寄せ市議会議員の事務所所在地に移転した。2014年12月31日に解散。加知事を退任、安倍は、 緑の風を離党して民主党へと移った。ありがとうございます。